いやーちょっと楽しみっすね、星5。ちょっと抑えきれないテンションが。星5は絶対むずいだろうな。前回星4結構むずかったからな。再来週とかだから星5複数になるわけでしょ。だからこれさ、でもさ、ウィーク的には、あ、3ウィーク残ってんでしょ。やばいね、今日で4つ目でしょ。いやーこれ5、6やばそうだな、本当に。これ前回エビスが普通に難しかったんで、読んでね、3の水とかも普通に難かったっすよね。なんでまあ4回ぐらいまでには勝ちたいよね、星5ね。残しときたいよね、普通に星4とかもね。まあでも情報を追っててキャラさえいれば比較的今のところクリアはできそうな感じだよね。キャラいないとちょっと楽しそうだけど、楽しみっすね。5はさすがに楽しみっすね。初難易度っすからね、言ったら、言えば初難易度っすからね。楽しみだよね。前回でもだって爆絶ぐらいの難易度あったと思うから、5絶とまではいかないかもしれないけど、挑戦できる回数が限られてるからね。いくぞ、アルゼール、ギミック大事。うおー、貫通か。友情コンボ禁止、属性効果超絶アップ、全ての弱点のダメージ10倍、敵に触れるために攻撃力アップで貫通、ワープ地雷、むずそう。うわこれ難しそう。いきます。オーデンタ水よ、これちょっとあれかも、友情出なかったら勝つかもしんない。よし行くぞ。うん、なるほど、触れるたびだよね。で弱点10倍、まあさすがに横で行けってことだよな。あ、ちょっと何ヒットか見てよかったもんな。戻ってこいよ、さすがに。ん、まあさすがに蘇生ループだよな。あ、蘇生ループない。ただあれ、今回のこういうステージだとこれ即死癖。うわ、ロックオンっすね。ロックオン地雷。だから別にワープでもいい。これ反撃何？はぁー、弱点出すと弱点消すだね。だから、偶数回触れて戦っていかなきゃいけないってことね。弱点が消えたり出たりするわけね。だから、偶数回触れて弱点を殴んなきゃいけない。なかなか厄介なクエスト作ったなぁ。うわ結構硬い、しかもこれループしてくれんなよお前、マジで。これループしたらマジクソきついぞ。マジっすか先輩、マジっすか。これはむずいわ。いや待って、これ右上か。さてはこれ右上が蘇生、あ、ちょっとターン見ときゃよかったな。左上が一番危ないんだけど、これ右上が蘇生なら一旦待ってくれる可能性あるな。ちょっとそれ確かめます。完璧だろこれ。完璧だ。さあ、右上させ、右上させ、右上させ、右上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 、わあ、下だ、蘇生。きっちー。お、奇数回。お、これ奇数回。あ、こうする感じかな。弱点ない状況を作って奇数回触れるのは簡単やな。これ無駄にしたくない。あ、触れない。やったわ、それ。あぶねえ。今本当は右触れる予定だったけど、これ次右倒さなきゃいけないんだろう。これむず、ここでこれ多分シールド即死だから、4フレベースに考えないとちょっと削れなそうなんで。あ、そっか、加速出ねえのか。そうだね、加速出ねえんだ。よし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 、えらい。もうこれをループちょっと解除しながら戦っていくしかないよな。うわ最悪。上触れつもりだったんだけどな。まあこれでオッケーですね。これで5フレね。あ、これ超いい位置じゃん。これ 4P だよね、次。あ、これクソいい位置だ。これいけるな、これで。完璧だろ、これ。おーし、まあ一緒だろうな、システムとしては。ここから4踏みか、ずっと。この箱がちょっと怖いっすよね。こいつワンパンかな。3フレで先ボス触れときたいんだよな。これで箱2体やる。おし、倒せてる。これ大きいんじゃない、相当よこれ。いやでかい、この1ってクソでかいぞ。わっ、先行ってよ。倒しちゃいけない族だ。倒しちゃいけない族なのあれ。え、むずいって、罠すぎるでしょ。いや、それを恐れてたら攻撃なんてできねえ。そんなものに押されてたら攻撃なんてできない。これ倒します。お前らはいける。お前はモーツァルト。さあ見せてやれ、最強の火力。ずれてる。いけ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 、やばい。まあでも初手であんだけ出せたんでいけえな。うわー、グロいなこれ。これどれが出るか見ようか。3ヒット、あ、意外といるじゃん。弱点損害出んのか。あー、まあでもここ余裕ないよ。うわ、お前も反撃入んの。お前反撃何よ。
え、これ信じるよ。こいつも弱点なくすやつだって信じるよ、俺は。これ弱点なくせよ、お前。お前絶対なくせよ。マジで。頼むぞ。弱点ある。おい、なくせよ。やばいって、それ倒しちゃダメだって。何してきたの、こいつ反撃。え、全然見てなかった。こいつ反撃何してきた。マジかよ、奇数回はやばいって、ここで。ここで奇数回はガチでやばいって。なくしてた？え、マジ？でも俺今偶数5分だよね。加速だと一緒だった。ああ、なるほど。じゃあここで一回奇数にさせられるんか。頼むぞ。おい、そういうこと！いいよ。順調だよ。これ、ボス戦もこれ続くの？むずすぎわろたでしょ、これ。まあでも反撃なくなるから結局いいんか。でも反撃あったらこれさ、反撃モード、この状態でレプったら、なくなるわ。うわぁ。グロテスクだなぁ。よーし、よけた。偉いぞ。これ蘇生じゃなかったんでね。オッケー。順調だよ。いやー、避けんのうめえ。あの箱真ん中うぜえ。回復はね、多分箱を回復したんだと思う。ここ偶数なのきちいなー。ここ偶数なのやらしすぎねえか。シールド触れてんだよな。うわー、シールド触れなかった。うわ、最悪だ。まあいいでしょう、一回なら。いや、一番良くない形だ今お前。え、逆にそれでよくそうな偶数になった、ありがてえ。いや、ちょっとこれ偶数じゃなくなるのが一番やばいんで、倒しちゃうのはしょうがない。で、これちゃんと偶数にしとこう。オッケー。もう一回再確認できたね、アルセーヌが。やけ、ナイス。オッケー。で、これ反撃なくなるのね。あ、これ弱点なしの方がやりやすかった、まさか。まあどっちにしろ変わんねえもんな。いいね、完璧な角度。シールド触れたよ。あ、もう一回殴ってほしかったけどな。これ上からがむずいっすね。下からはいいけど。あー、これで一回下に下がる機会作ってくれてんのか。これクエスト作った人すげえな。避けてろよ、いいね。あと逃げるし。いや、メタアレクソ強そうだね。これワープだけの貫通アタッカー1本いたらもっと楽になると思う。はぁ？いや、これ下に加速雑魚いんのやらしすぎないかな。どう？上から降りていきたいね、これ。上から降りていかないとちょっと無理だな。これ下からだと事故る。いや、これ事故るな、マジで。下からは。これ先出すか。待って、次の、パーシバルの動きを考えたいんだけど、パーシバルめっちゃ軽く出せるんですよ、これ。で、その時に使う加速の加速くんが2体なんだよね。上2体だね。次、右上のパーシバルが加速上のやつ2体引っ張って、で、上で箱11回シールド1回加速で3回でしょ。で箱2回触るかな。箱アルセーヌだから6だよね。これ相当出るぞ次パーシバルだから。これパーシバル吹き飛ばすわ。なんでこいつは弱点の場所もどっか知りたいし、多分中央だと思うんだけど、出すだけ。うん、あ、2体でそんな出んの。え、2体でそんな出んの。箱弱点当たんないでかするわ、下のやつ。頼む。かすり、天才助手でっかい。ガチ作戦通りだった今。これできねえと死ぬぞ、ここ。で、こっから偶数当てしなきゃいけないんだけど、これさ、さっき今見た感じさ、これ多分、モネが、1、2、3、いやー、入り口で1回使っちゃうのか。これ地雷無理だな。地雷弱点に当てないとなんだよな。ここまで考えるなら。火力出せるやつで無理しないで削っていきたいんだよね。これさ、3体横間で終わんね。これどれくらい出んだろう、1体で。結構出たんだよね、さっき2体でね。これちょっとかすれないから難しいんだよな。ここ1がもうちょっと減速してから下入りてんだよな。でもこれ一気におじゃんになるので逆 V 字に触るか。あ、そうしよう、逆 V 字にします。で、横 V 字、うん、いいね。事故る。硬い。あれ、あ、そっか、こいつら弱点ないから硬いんだ。あ、ならもっと強気にいっていいな。今のヒット数でこれ倒せないのか、今の。あ、そっか、こいつら通るときに弱点を出してなきゃいいのか。今弱点なかったから倒さなかったのか。あ、それ考えなかったわ、俺。ほら、もう超削れるわ。これでいいじゃん。これだ。これ、もういっぱい触れなきゃいけないっていう固定概念にとらわれてたわ。
最適解。弱点10倍なんで地雷張り付きっすね。今んとこ地雷は張り付きっすね。全部のステージで。お前やめろ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 。オッケー。ラスゲー。しかも SS 全残しレプリカもある。うわうわ、お前ホーミング出してる場合じゃねえなー。これすげえや。うわー、これ難しくない？まあ先フェンリルだな。いやーでもこのね、カロスみてえなやつらやっとかないとだよな。ただ加速が使いづらいんだよな。次モネがどこやれるか調べよう、ちゃんと。でもモネ比較的どこでもアプローチしやすいんだよな。だからまあモネ一旦残しといて、あ、偶数不明宝箱に弱点も出ないのか。あ、じゃあこれやりやすいな。だから宝一回倒しちゃうな、このターンで。どうすっかな、横だと思うんだけど、左下のカラスを倒すことに集中しますね。次のモネの邪魔になるんで、多分左のフェンリルも倒せる。右上まで行ったら神。あ、天才天才、これで弱点あったと思う。あ、カラスやれなかったか、まあ、弱点なかったかしょうがない。オッケー、これ弱点あったんで、ここでちょっとフェンリルを止めねえといけねえ。さあ右上がちょっと怖いんで、右上をやりますか先。ただねこれね、フェンリルやらなきゃやらなきゃもじゃない気もするよね。これさ、ボス削れるよね、この段階の方が。ただ上はちょっとさすがにやっとくか、怖いからな。これ弱点固定のままいけんのかな。打ち消すってことは反撃発動しなかったよね、確か打ち消し系って。これモネ最強じゃね。これフェンリルまた戻ってきてほしいんだけど、これでフェンリルやれる。いや、シールド畳んしないでくれ、頼む。あと生きでフェンリル畳んないでくれ。だじゃなであればフェンリルやれるワンチャン、頼む。俺今間違えた弱点順番。あららら、らフェンリルきつ、ここどうしよっかな。いや避けなそう。でもあれ逆に弱点なくてもやれるんじゃない。うわ、お前がやれないのはやばい。あ、いい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 い、むしろいい。え、これ2フレでやれる。最初に言われた時にテストする。これ自走入るよね確かね。確かこれ自走入ったよね、パーシバルって。打つに越したことはない。まあ、加速くっつくにつけちゃうけど。さあ右下やるで、右下やって右下やって右下やって、ナイス。でかすぎ、しかもでかい、ガチでかすぎ。ワロタでかすぎ、ワロタでかすぎ、ワロタ。これ一発はマジでかい、えらい。パーシバル最強、えらすぎる。パーシバル最強。今のはちょっと予想外だったな。ボス削るかなとは思ったけど、2回削ってくれんのはやばい。いいね、楽しかった、めっちゃ。久しぶりにこれめっちゃ考えたもんね。これ面白かったな。いや、いいね、5いいね。やったー、アイコンゲットだ。これ結局正解なんだった？え、モネ多分さ、あれ反撃発動しないよね多分ね。味方集めてもだしな。あ、まあ、余市か。余市はちょっと連れてってもよかったかもしれんな、これ。うん。友情出なかったとしても、この弱気、この攻撃力から弱点キラー吐けるから。あ、てか、余市超強いよ、これ。これ余市多分相当強いと思います。あ、コーディリア。そうだよね。発動しないよね。だから、弱点出してる状態であれば、もう、モネの SS 打ったら、どんだけ触れても弱点変わんないってことでしょ。弱点状況。あ、メタールやばいだろうね。そう。で、くっつき地雷で、さっきコメント欄でも来てたんだけど、3ターンって、出た。だから、もうこの辺のワープ勢がやばいわけですよ。さすがにワープはないと厳しそうに見えたんで、ワープで火力アタッカーが相当強いと思いますね。この辺。やばいでしょ、3万7000って。スピードも400ありますからね。いや、これは強いだろうな。これメタール相当強いだろうな。これ1本入れたらまた楽になりそう。俺あんだけ気合い入れて時間かけてパーティー編成したのに、結構最下層のパーティーでいったかもしれない。もうひどかったよ。ひどかったっすね。でも、まあちゃんと振り上げてコースがちゃんと取れてれば火力は出せそうだったね。うん。あ、奉仕も強そうだね。あ、超スピ奉仕超強そうだね。あ、ワンパン系もありそう。結局振れれば振れる系だからね。振れれば振れるほど系だから。